ヤコポデッラ・クエルチャ、バザーリ、画家、彫刻家、建築家列伝よりヤコポデッラ・クエルチャは、ルネサンスキーイタリアのシエナ派の彫刻家。ブルネデスキー、ギベルティ、ドナテーロとは、同時大臣で、ミケランジェロの先駆者とみなされている。ヤコポデッラ・クエルチャという名前は、生まれ故郷のシエナ近郊、クエルチャ・グロッサに由来する。初期教育は、木調子。 近才く人だった父親のピエロ・ダンジェロから受けた。シエナ人だったクエルチャは、シエナ大聖堂の説教団のニコラ・ピサーノとアルノルフォ・ディ・カンビオの仕事を見て、その影響を受けたに違いない。クエルチャの最初の仕事は、16歳の時、アッツォ・バルディーニの葬儀のために作った、牙木像だったと言われている。しかしその後、派閥争いとそれに伴う不安から、父親と共に、 ルッカに引っ越した。おそらくクエルチャは、ピサ、カンポサントにあった古代ローマの彫刻やサルコファガスを見て勉強したものと思われる。なぜなら、クエルチャの作品は、ヨーロッパ美術史にとっての過渡期、具体的には、ゴシック様式から、イタリアルネサンスへの橋渡し的特徴が顕著で、それらの影響が見られるからである。ギベルティ同様、おそらく、ドナテドに影響されてのことだろう。 ルッカ大聖堂の悲しみの人と聖夜にエロの墓に描かれたレリーフはクエルチャの初期の作品と言われている。1401年、クエルチャはフィレンツェのサンタマリアデルフィオーレ大聖堂さん序盤に洗礼堂のブロンズ製の扉のデザインコンクールに参加したがギベルティに敗れてしまった。落選した作品の所在はわからない。1403年、クエルチャはフェラーラに行き、 フェラーラ大聖堂の聖母子の大理石像を制作した。おそらく聖マウネリウス像もこの時作られたものと考えられていて、共に現在ドゥオーモ美術館に展示されている。1406年、クエルチャがルッカに戻ると、町の統治者、パオロ・ギニージから、その2番目の妻、イラリア・デルカレットの母碑をルッカ大聖堂に作ってほしいという依頼を受けた。そして完成したものは、 サルコファガスの上に繊細なゴシック様式で作られたイラリアが着飾った姿で横たわり、その足元には定説の象徴である犬の像も付けられた。だが、墓の側面には数体の裸のプットが配され、そこにはカンポサントの古代ローマのサルコファガスの影響が見られる。これは初期ルネサンスの始まりを告げる先駆的作品ということができるだろう。千四百六年、 クエルチャは、シエナの漢方広場の仕事を依頼された。女神ウェヌス像のあった元々の泉を新しい泉に作り直す仕事だった。キリスト教の神ではないウェヌス像は、ペスト流行の原因と非難され、破壊され、さらに、その、魔ュを避けるため町の城壁の外側に埋められた。この権威ある依頼は、クエルチャがすでにシエナでは著名な彫刻家であったことを示している。 こうして出来上がった新しい泉は大理石で出来た長方形の泉で聖母マリアに捧げられ3つの面に多くの彫像及び噴水口が飾られたものだった。しかし同じ時期、クエルチャは他の仕事も受けていて完成にはかなりの時間がかかった。着工が1414 14年で完成したのは1419年になってからである。さらに、 大聖堂そばの彫刻工場でパネルも作った。この工場は現在大聖堂美術館になっている。この泉は幸運と祝賀をもたらすという理由でガヤの泉と呼ばれ現在も多くの観光客が訪れている。1858年にキトスローキーによって複製と取り替えられた元の彫刻はぶっぷり古宮の回廊に展示されている。 ロレンツォ・トゥレンタの墓の彫像1412年、裕福な商人、ロレンツォ・トゥレンタからの依頼で、クエルチャは、ルッカのサンフレディアーノ制度をトゥレンタ礼拝堂のデザインに着手した。しかし1413年、クエルチャは、助手のジョバニダイモラと共に、重罪で訴えられた。クエルチャはシエナに逃亡したが、助手は3年間の服役刑に処せられた。 クエルチャは1416年3月に一度だけ安全通行券の認可状を得てルッカに戻った。そしてトゥレンタ家レーハイ堂の大理石の祭壇の仕事を再開し壁岸に収める複数の聖者像を制作した。しかし全部ではなくいくつかは助手に作らせた。さらにクエルチャは祭壇前の保有家のロレンツォ・トゥレンタとその妻イザベッタ・オネスティの墓の 死体置き台のデザインを手掛けた。1416年に、ギベルティが、シエナ大聖堂さ序盤に洗礼堂の六角形の、荒いライバンと各面のブロンズ製パネルに描く、レリーフのデザインを依頼された時、政治的な異憤で、クエルチャもこのプロジェクトに参加した。クエルチャは、ガヤの泉と、トゥレンタ礼拝堂の仕事を抱えていたので、聖、ザカリアへの告知一つしか作らなかった。 フィレンツェのブロンズ製の扉のコンクールに落選して、以来、クエルチャは、ブロンズの仕事にあまり乗り気ではなかった。この仕事に取りかかる際に、大理石部分しかやらないと譲らなかったくらいである。1421年、クエルチャは、サンジミニアーノのコルレジャータ教会の、受体告知並びに、聖母並びに、ガブリエルの二つの多色彩色木像を彫刻したなど、他の画家たち。 その成功さは大理石像の出来に匹敵し、クエルチャが木彫りにおいても才能があったことを示している。何人かの著作者たちは他の木造もクエルチャが自ら作ったと主張したが、ほとんどはクエルチャの工場の作品である。晩年になって、ますますクエルチャは活動的になり、同時進行で複数の仕事を進めた。1427年には、 シエナ大聖堂の三ン版に洗礼堂のために、荒ライライバンの上部のデザインを依頼された。天外付き壁岸の上にある、洗礼者、ヨハネの大理石像も、クエルチャが作ったと言われている。ボローニャ、サンペトロニオ聖堂のポルタマグナ1425年、クエルチャは別の大きな仕事を依頼された。それは、ボローニャのサンペトロニオ聖堂の円形アーチの、ポルタマグナのデザインである。 クエルチャは亡くなるまでの13年間、この仕事にかなりの時間を割くことになり、それはクエルチャの最高傑作と言われている。扉の両側は側面にあり、まず渦巻き状の装飾を施された脇支柱が、その後で9つの預言者の胸像が、最後に扉の下部に旧約聖書の5つの場面のレリーフが作られた。その中のアダムの創造のデザインは、 シエナのガヤの泉で用いた同じデザインを左右逆さまにしたものだった。1494年にボローニャを訪れたミケランジェロはバチカン宮殿システィーナレ拝堂イドのために作った創世記はクエルチャのこのレリーフに基づいて作ったを認めている。さらに扉の上のアーキトレーブには新約聖書を描いた5つのレリーフがある。一方半円形の壁面には3つの独立した 彫像、聖母子、聖ペトロニウス、聖アンブロシウスがある。もともと、聖アンブロシウスには、教皇特使アリマーの数奇教が描かれるはずだったが、数奇教がボローニャから立ち退いたので、その意図は破棄した。クエルチャはこの仕事を手伝った、チーノディバルトロラボローニャの工場の美術家たちを非常に信頼していた。1434年、ポルタマグナの仕事をしていたとき、 クエルチャは、シエナから、カンポ広場に近いロッチャー・ディーん、パオロのデザインを依頼された。しかしクエルチャはこの仕事を完成させることはできず、亡くなった時、出来上がっていたのは、市中と6つの壁岸のみだった。晩年、クエルチャは、シエナから、数々の名誉を受けた。1435年には騎士に除され、シエナ大聖堂のオペラ用という重大な地位を得た。 シエナ大聖堂のカシーニスーキ教の以来で、サンセバスティアーの礼拝堂の装飾にも関わった。しかし、スーキ教のレリーフのほとんどの部分は、シエナの工場によって制作されたものだった。エジプトの聖アントニウスに聖母を廃越させられるアントニオ・カシーニスーキ教は、現在、付属美術館の1階に展示されている。クエルチャは1438年に亡くなり、 シエナのサンタゴスティの教会に埋葬された。クエルチャは、生前に、ギルベルティ、アントニオフィラレーテ、ジョバンニサンティラ同時大臣によって高い評価を得ていた。ジョルジョバザーリはその著書、画家、彫刻家、建築家列伝の中にも、クエルチャのことが書かれている。ありがとうございます。